どうも、イベント大好きトシです。さあ、まだまだ暑さが残るこの時期、今回やってきたのは青森県外ヶ浜町松尾スーパーに、2度目の登場です。今回はね、何があるかと言いますと、イベントがあるんですね、外ヶ浜町で。この松尾スーパーで、その名も外ヶ浜夏の陣、そう、町のね、一大イベントということで、今回はそのイベントの模様をね、お届けして、参ります。それではどうぞ。結構いるね。お祭り騒ぎだね。あした小賀さんが作ったザンダン焼き、あ、ないね。また火が手動きもあります。これがアジサイパフェ、めっちゃうまそう。こちら、ほら、これは何のコスプレで、あー、武士の武士、はい、おめちゃくちゃかっこよくありがとうございます。これダンボールでできます。すごいじゃないですか、ダンボールで。ダンボール、ダンボール、おぉ、めちゃくちゃ手込んでますね。結構やりました。おぉ、いいじゃないですか。みんなで着ると暑いです。あ、暑いですね。そうそうそう、今日もめちゃくちゃ暑い。うん、暑いよ。だが脱ぐとすごいことになる。待ってください。頑張ります。さあ、入ってすぐのところには入場者のね、特典がね、ついております。伝説は現在進行形、恋の平らで海峡、外ヶ浜町マスコットキャラクター風間真知さんのね、グッズが並べられています。この後ろの屏風もめちゃくちゃね、かっこいいです。ねぶたをモチーフにしたのかな。さらには200円でお面のデザインもやってくれます。せっかくなので私もね、やってもらうことに。出来上がったお面は後ほどね、お見せいたします。あら、これは松尾スーパーの公式 T シャツ、オリジナル T シャツが作れるんだ。しかも俺の好きな赤、後でやってみよう。久しぶりです。お久しぶりです。暑いですね。暑いですね。今日、あ、でも今日は外浜夏の陣も今までにないくらいの暑さで、そうですね、なんかこんなにたくさん人、お客様いらっしゃると思わなかったので、はい、もう嬉しいです。熱気が半端ない。そうなんですよね、もともと暑いのにさらに暑いので。そうですね、もうもっと暑くなる。そうですね。この T シャツ、はい、作ったんですか。はい、あの今日ワークショップやって、はい、ナルトちゃんからプレゼントしていただいて、おお、はい、リニューアルの時に頑張ってねということでプレゼントしていただきました。うわー、いいじゃないですか。自分赤好きなので、あ、自分も欲しいです、これ。ぜひ体験していってください。あ、体験、体験できるんですね。そう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 、ワークショップでやれるので OK です。ちょっとやってみます。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、こんにちは。あ、小野さん、お久しぶりです。お久しぶりです。今回は射的、今回は射的、トシさんのチャレンジが、今日の私のギャラになるということで、射的を、よし、やってみよう。裏ではあのコスパの悪い射的なんて言われてますけども、はい、そんなことは良心的な、良心的な射的やってますんで、オッケー、ちょっとやってみよっか。はい、いや、6発で、お世話だからお兄ちゃんもこれ1個サービスしとくからね、これね。あ、はい、いいですか、ありがとうございます。これね、どうやってるんですか。あ、それで、そこで差し込んで、差し込んで、はい、あ、OK です。で、引いて、で、装填して、で、最後こうレバーでやって、レバーと、OK です。あ、惜しい。勢い、勢い、勢い、出ない、あれ
そう、もう一回やるでしょ、多分それが。はい。ちょっとあれ、詰めすぎな、詰めすぎな。もうちょっと軽く、軽く。物によってよくこう、落ちてもらう。お、あ、惜しい。うん、近づいて。ここで全部お金使うことになるよ。あ、そうそうそう。落ちないで。落ちない。じゃあここ角よ、角狙い。じゃあラスト一発。よろしく。一緒やれ。じゃあ超えていこう。よーい、はい、200円のうまい棒。200円でうまい棒ゲットです。で、この裏小屋、あ、ここで T シャツ作れるんだ、すごい。うわー、すごい。お、ここで T シャツを作ってますね。お、やってきます。オッケーです。よし、作るぜ、 T シャツ。まずデザインを決めます。松戸スーパーって真ん中に、真ん中で、この辺で、はい、行きましょう。はい、で、こんな感じで、あ、はい、いいですかね。オッケーです、行きますよ。はい、その次に白いパネの上にインキを塗っていきます。擦る、擦る、擦る感じ、強めに、うん、ここはインク、インクから、ここインク、インクをこの辺から、はい、いきましょう。いきます、せーの。はい、もう一回いきましょう。で、この反対かな、反対して、はい、はい、インクのこっちから。はい、どう？はい。お、いい感じです。はい、オッケーです。はい。こっち側から。え、取っていきましょう。あ、こう。いや、ここから。ここから。ロッとめくる感じ。はい。せーの。はい。お、ちょっと薄い。もう一回どっか違うところに作りますか。あ、強めに擦る感じで、うん、強めに、いきましょう。はい、もう一回お願いします。はい、で、ここだ。はい、行きます。はい、もう一回お願いします。じゃあ T シャツも押さえていただけますか。はい、はい、最後にアイロンをかけて乾かして完成です。卓球で、まあ、今レイヤーさんの方々に、来ていただきました。こちらはこのコップで派手のまちちゃん、あ、外浜町のマスコットキャラクター。持ってるのは、持ってる魚は一体？これはマグロです。マグロ、シューズとお揃いでいい。おー、ミンマヤマグロ、いいですね。美味しそうですよね、あれ。さっきまで生きてました。うぅーさっき取ってきたんですか、それ。行きました。うわ、いいね、太陽であって。で、こちら上の、頭にかぶってるのは、はい、これがドラゴン帽子です。ハッピーだからということで、ドラゴン。はい、うん、で、この服はこれ、ハサミが入ってます。はい、あ、カニ、カニが、カニやってます。なるほど、ドドハマ3つの地域を合わせたような、はい、素晴らしい。イエーイ。で、抜け方、あ、私静か御殿のつもりの家庭の町です。あ、家庭町第2形態。見たことないやつ。
義経伝説ありますもんね。奥さんの方ですっていう感じで私です。仕事御前、御経伝説っていうのが外の浜にはあるので、はい、仕事御前を用いずにした風の町ちゃん、はい、めちゃくちゃ美しいじゃないですか。今外の浜もね活気づいてるじゃないですか。このマスコットキャラクター、あ、風間さん登場で、はい、ホタテとかね、美味しいですけど、松尾スーパーも美味しいものがたくさんあります。皆さんぜひ外浜町に遊びに来てください。来てください。よろしく頼む。さあ、外ヶ浜の夏の陣もあっという間にフィナーレ。リニューアルオープンから7ヶ月ぐらいが経過しまして、一応あの地域のお客様のお買い物の場を残すことができて、本当に安心しているもともと頑張って、お客様みんな居心地よく過ごせるようなちょっと面白いスーパーを目指して、これからも頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回は外浜夏の陣をお届けしました。この T シャツとお面を作ってもらいましたけど、似合ってるかな。あ、ちょっとこのこれじゃあちょっと違和感あるか。よし、このマスクだけ取ろう。はい、いやでもね楽しかったね。もう皆さんの知らない外ヶ浜の魅力、伝説、そしてね進化し続ける伝説に巡り合えた。もう外ヶ浜町は本当に面白い、そう感じさせてくれるねイベントでした。このイベントは、まあ、季節ごとにあるので、まあ、秋の陣も冬の陣も、ね、春の陣もあるので、皆さんまたイベントがあったらねぜひ行ってみてください。まあ、そのイベントの詳細は風間松さんという方の、ね、SNS アカウントでお知らせしております。そちらを見てぜひこの松尾スーパーに行ってみてください。本日の動画は以上です。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。よろしく頼む。ただいま外ヶ浜町ではスタンプラリーをやっております。そちらもぜひやってみてください。